皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メールマガタイムです。私、メールマガジンを有料と無料の2つ発行しておりまして、どちらもこのチャンネルの概要欄にリンクを貼っております。内容としましては、日常生活から人生設計まで様々な皆様方に役立つ 内容を紹介しております。ぜひ、無料版からお試しくださいませ。で、このュ、えー、YouTube 配信では、過去に発行したメールマガジンの中から、一部を抜粋して皆様に紹介させていただきたいと思います。今回のテーマは、はい、お金に困らないテクニックです。お金に困らないテクニック。 どういうものがあるのでしょうか。大きくは4つに分かれます。地味です。大事なものほど地味です。そうですね。そう。大事なものほど地味です。一つ一つ言っていきますよ。一つは、変化を見越して計画を立てるということです。そう。あ、お久しぶりです。そう。 変化を見越して計画を立てる。インフレ。そうです。例えば、1億円持ってます。それで4%の利率で食っていけるぜっていう、ファイヤーという考え方、ありましたよね。あ、今もあるんですかはい。ありましたよね。はい。インフレに対応できてないじゃないですか <laughs>。<laughs> 元気にしてる。あ、そうですか。はい。そうです。変化に。 変化を見越していろんな計画を立てていきましょう。そして収入を増やす方,方,方法を探るということです。はい。例えば自分から激務のプロジェクトに入り込む。これは若いうちだったらできます。あとは副業を持つ。副業ができる会社に入るということでございます。はい。そして次に三つ目。倹約、節約。 はい。私、庶民派送り人として通っておりますが、はい。倹約や節約にも限界があるということを忘れないということですね。はい。そうです。どうしてもかかる費用はある。はい。それは削れない。はい。そういうものがあるということは理解して、えー、計画を練っていきましょう。例えば、 親の葬式しないんですかそんなことないですよね。はい。ほとんどの人はするでしょうよ。いや、大なり小なりね。はい。次に、投資戦略を立てるということです。つまり、投資をするということです。はい。そうやって、どんどんお金を増やしていくということです。例えば、そうですね。長期的な時間設定を行うこと。いきなりすぐに儲けようと思わないこと。そして、 リスクを調節すること、低リスクなものからハイリスクなものまであります。自分がどの程度のリスクまで許容できるぐらい稼いでいるのか、そういうことも考えて、投資を計画していきましょう。そして、グローバルに分散した分散投資、そう、グローバルに分散投資するということです。そうです。日本だけに投資しない。むしろ、日本人だからこそ、日本以外のところに投資しましょう。 日本人として働いていて日本に投資するということは日本と一連拓殖になってしまうということです。それでいいんでしょうか違うと思います。はい。世界中に投資しましょう。はい。大きくは以上の4つとなります。ぜひ参考にしていただければありがたいです。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。